はい、こんにちは、パンタローです。ラグドールのアルス君とロシアンブルーのバーブルちゃんです。はじめまして。はい、今回はラグドールのアルス君とロシアンブルーのバーブルちゃんの初対面の様子をお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ見てください。帰るよ、ちゃん。そうだね。はい、こんにちは、パンタローです。今日はご報告がありまして、今日オシアンブルーの赤ちゃんが4匹デビューするっていうことで、朝から見に行ってきました。もしね、アルちゃんが気に入ってくれたら迎え入れようかなと思って行ったんですけど、実は新しい家族がお家にやってまいりました。では紹介したいと思います。喜んでますね、アルス君。じゃあ早速今からアルス君と対面させてみようかなと思います。実はですね、ちょっとペットショップでは顔ぐらいは見合わせてるんですけど、実際こう家の外で会うのは初めてなんで、友達になれるかドキドキですけど、初対面行ってみましょうか。アルちゃん、シャンブルーのバブルちゃんです。今ちょうど生まれて50日ということです。アルス君と早く仲良くなってほしいなと思うんですけど、やっぱり無理はちょっとストレスになっちゃうので、ちょっとずつ距離を縮めながら、今日は別々のケージで過ごしていってほしいなと思ってます。バスの匂い嗅いでる。お母さんとか京太がいないのがちょっと寂しいのかな。なんか泣きそうな顔に見える。涙がなんかめっちゃ出る。落ち着いてるね。すっかり慣れちゃったね。ちょっと震えてる感はあるな。バブルちゃん、バブルちゃんです。バブルちゃんです。50日目です。のアルス君です。はい、アルス君はですね、本名がアルスマグナちゃんと言います。そんなん知ってるわ、あれで。アルスマグナちゃんやな。アルちゃん、妹ができたよ。妹だよ、多分。友達かな、それともどうなるのかな。あれちゃん、ちょっと今日は拗ねちゃってますね。多分体中から別の猫ちゃんの匂いがするので、あるつくん今ちょっと拗ねて口も聞いてくれません。あるちゃん、ごめんね、ごめんごめん。バブル君です。バブちゃんね。あ、逃げちゃった。すごい近づいたね、今。気になるね。あ、ちょっと死なちゃった。
飲んでる。お水飲んでる。めっちゃ水飲んでる。こちらはですね、バブルちゃんのために準備しておいたソフトのケージになりますね。中には猫砂と、どら焼き型のベッドと、お水。あとで、ご飯をバブルちゃんにあげたいと思います。で、アルス君はというとですね、すごく様子が気になるようで、ずっと外側からバブルちゃんの様子を眺めてくれてます。可愛い妹ちゃんできたね、アルちゃん。今回2回目なので準備も簡単ですね。バブルちゃんのご飯で、こっちがアルス君のご飯ですね。はい、よいしょ、ご飯ですよ。バブちゃん、バブ食べるかな。舐めたりしてる？準備させよう。
アルス君とマブルちゃん、なんとか初対面乗り切りましたね。ちょっと不安なとこもあったんですけど、これから仲良くしてくれると思いますので、ぜひぜひ見てください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。